皆さん、こんにちは。今回は対ご機嫌中飛車の将棋ですね。まあ、ご機嫌中飛車。ただ、こう、ご機嫌中飛車って、まあ、5筋の位、真ん中の位取ることが多いと思うんですけども、まあ、今回相手の方は、5筋の位を取らずに駒組みしてくる刺し方ですね。まあ、これもたまに見かける刺し方は、まあ、多数派ではないと思うんですけども、まあ、たまに見かける刺し方で、骨格角交換がしやすくなっているので、まあ、相手の方、角交換をこう、狙いにしながら刺していくっていう感じに、 なります。まあ、こっちは、こう、早繰り銀というか、ま、超速みたいな形に組んでみたんですけども、まあ、これ以外にも、ま、いろいろ腰掛け、腰掛け銀というか、こう、四筋に銀を置いとくとか、まあ、そういう手も考えられたと思います。ま、いろいろ考えられる序盤戦ですね。で、端歩をついておいて、で、まあ、この後、こちらの囲いをどうしていくかなんですけども、まあ、船囲いだけにしておく手もありますし、さらにそこから左美野に発展させる手もありますし、 ま、もしかしたら穴熊とか、そういう手もあるかもしれないってところなんですけども、本譜は一回角交換して、同銀に5筋の歩をついて、これなんかこう、後手番、居飛車側が後手番でよくある対策なんですけども、ま、こんな感じで、こう相手に5筋の位を取らせないようにして対抗していこうっていう指し方になります。ま、こう相手の方が5筋の位を取ってこなかったので、ま、それなら、ま、こう5、6歩とついて5筋の位を取らせないようにして対抗していく。 感じになります相手の方は銀を出てきたんですけどもこっちは飛車先の歩を交換して、まあ、この辺りはまあ互角の将棋ですね桂馬を跳ねた手に飛車を引いてで相手の方は2五歩と打ってこう2筋を逆襲する手を見せてきたんですけどもこちらは系統を攻めていきます、まあ、同歩なら3四歩と桂馬の前に歩を打って系統を攻めていく感じですねで相手の方は2筋に飛車を回ってこう2筋の逆襲を見せてきたんですけども 系統の歩を取ってから歩を垂らして。で、ただこの歩を垂らした手がちょっと微妙で、ここは2七歩と、こう自分の飛車の前に歩を打って、2筋をがっちり受けておく方が良かったですね。まあ同飛車に角を打って反撃していったんですけども、そこ歩を打たれて、ちょっとこう攻め続けるのが大変というか、こう難しい勝負になってしまったっていうところはあります。なんでまあ2七歩と我慢しておく方が良かったですね。 まあただ、こう、自分の気風が出てしまってるというか、今回は悪い意味で出てしまってるんですけども、まあこう攻めが好きなんで、こんな感じでどんどん攻めていこうっていうところですね。まあそこ符に対してどう攻めていくかなんですけども、まあ金をがっちり守られたので、結構難しいですし、しかもこれ次5一金と、あの美濃囲いの金を、こう角取りによられると、角が積んでしまってるので、 まあちょっとこう、こちらとしては忙しい局面になっているので、若干まあやりすぎっていう感じですね。2、3、歩と垂らして囲って、こう攻めて、こっちが攻めていった手は、ちょっとやりすぎだったっていう感じになってます。とはいえまあ何かしら手を作っていかないといけないので、桂馬を跳ねて、同桂なり同銀として、こう攻め駒を補充して、まあ攻めの幅を広げていきました。まあこんな感じで持ち駒をいっぱい増やしておけば、いろんな攻めが狙えるので、 ま、その、いろんな攻めを駆使して、こう、リードを奪っていく。ま、形勢を良くしていく。ま、形勢、若干この局面は、こちらが苦しいというか、ちょっと嫌な局面なので、ま、形勢を戻していくって言った方がいいかもしれないんですけども、ま、そんな感じですね。ま、こう、持ち駒を増やして、ま、複雑な戦いにして、勝負していこうっていう狙いです。で、ま、相手方かった角ましに来たんですけども、ま、せめて、こう、金と交換しておきたいということで、ま、金を取って、 同歩と進んだ局面なんですけども、銀を出て勝負しに行きました。これ銀を出ちゃうと、こう2筋が弱くなっちゃうので、2六歩と下先の歩をついて、こう2筋を逆襲してくる手が考えられるんですけども、まあそれには一応狙いの反撃があって、ま大丈夫というか、まあそれで勝負していこうっていう感じに対局中は思ってました。まあ本譜それでも2六歩とついてくるんですけども、 まあこうやっぱり相手の方としては2筋の突破を狙っていきたいところなのでまあ自然だとは思うんですけどもまあここで桂馬を打ってこれが狙いですね一応同銀なら同銀で駒得できますしこれ飛車を逃げるなら縦に逃げるしかないんですけども縦のどこに逃げてもこう4三桂成と桂馬を左側になって攻めていく手があるのでまあ結構こうその成形で攻めていく手が銀取りになってて こう、相手玉に近づきながら攻めていくことができるので、まあ、結構厳しいんじゃないかなと思いながら刺してました。ただ、ま、この27不成りの時金攻めもかなりでかいので、まあ、そんなに自信があるわけではないんですけども、まあ、こうやって食いついて刺していけば結構実践的には大変かなと思ってました。ま、相手良かったとしては44の銀が積んでしまっているので、受けはないっていうことで、まあ、と金を寄って攻め合いに来ました。まあ、これ同銀とタダで取れるんですけども、 こう、同銀と取らせて、こう、飛車の道が通ったので、こう、29飛車なりと、飛車をなる手があるっていう感じですね。あと、同銀と下がったことで、この銀を、あの、助けることができる。まあ、先ほどまで46に銀がいたので、これ、同銀と取れたんですけども、銀を下がらされたことで、こう、35銀と交わすことができるっていう狙いもあります。ただ、これに対しては、一応、こう、25歩と、飛車取りに歩を打って、こう、飛車をいじめに行く手があって、 ま、これ、同飛車とタダなんで、取ってくるところかなと思うんですけども、さらに2六歩と、こう、飛車取りに歩を打って、こう、飛車先を受けていく手があります。これ、同銀は、3六金と、こう、飛車銀両取りに金を打つ手があって、まあ、それは、ま、飛車銀両取りでどちらか取れるので、巻いてよかったら逃げてきたんですけども、今、飛車引いた手が成り系取りになってたので、歩をなって、同歩と取らせて、こう、成り系取りを防いでから、 ここ5筋の歩をついて飛車を活用していきました。まあ、これ道具なら同飛車が厳しいですし。まあ相手の方としては取りにくいので桂馬を打って反撃してきたんですけども、こっちは銀を出てこう。同銀同歩として攻め駒を補充してまあ、相手玉に迫る駒を増やしていきます。で、銀を打ってこう飛車取りにしてきたんですけども、これまあもう飛車取られても同金と取り返せば。こう、 飛車取られちゃうんですけども、むしろ銀が持ち駒に増える方がでかいかなと思って、まあ、ここはもう飛車を逃げずに攻める手を考えてました。まあ、飛車を逃げるなら18飛車とかそういう手もあったとは思うんですけども、まあ、ここもちょっと寄付出ちゃってますね。もうすぐ攻めたい寄付なんで、こう、金を打って、まあ、同金なら同成形と成形を近づいてきいて、 ま、ここで5八銀なりと、飛車を取ってくる手には、同金と、まあ、右の金で同金右と取っておいて、まあ、飛車取られちゃうんですけど、持ち駒に銀が増えて、なおかつこっちの玉がまだしっかりしている形なので、まあ、戦えるっていうところですね。まあ、本場は同金だったんですけども、同り形と、自然にこうなり形を、玉に近、相手玉に近づけていきます。まあ、次に6二り形と、さらに左にこうなり形を寄せていけば、結構厳しい攻めになります。 ただ分かってても結構受けづらいですね。まあ、こっちも一応金銀と思ってるので、結構受けにくい形になってます。相手の方角を打って、これは金取りですね。右の金取り。で、これを取られるとちょっと一気にこっちの玉も薄くなるので、ま、これは受けておこうかなと思ってました。で、現状、こっちの攻め駒が、こう、相手陣にいる成形と持ち駒の金銀。まあ、歩は数えないとして、成形と金銀の3枚なんですけども、 3枚の攻めは切れちゃうって言われてて逆にこう4枚の攻めは切れないって言われてるんですよねただそうこう今こう3枚しかなかったんですけどもいずれ相手の方はこの飛車で銀を取ってくるのでそれをう金と取り返すと4枚の攻めになるんですよねこれでこちらの攻めが切れない形になってでなおかつこっちの玉はこう先ほどもお伝えしたんですけども安全な形なので まあ、玉が安全な形で攻めが切れないっていう形になったので、まあ、このあたりはまあ、させるんじゃないかなと思ってました。まあ、少なくとも実践的には相手の方はこう、結構嫌な局面だと思います。まあ、次に6二成形と、成形を左に寄って、こう、相手玉に迫っていく手がありますし、あとはちょっと重いですけど、持ち駒の金をもう6二金と、こう、相手のおの囲いのこの銀の横にペタッと張り付いて、こう、相手の玉の周りに、 こうなり系だったり、金銀をいっぱい置いておいて、ベタベタ迫っていくっていう、まあ、確実な攻めもあるので、結構相手の方としては嫌な局面かなと思います。本譜は飛車で攻め合いに来たんですけれども、まあ、ここ考えてたのは、その6人なり系と、なり系を寄って攻めるか、6 2金と先ほど言った金をベタっと打って攻めるか、どちらがいいかっていうのを考えてました。まあ、ただ6人なり系と寄って、 こう、効率よく駒を活用していって、まあなんとか攻めていけそうかなと思ったので、本部は62なり系を選びました。62なり系はその攻めの効率としてはいいんですけども、なんかこう62金とベタっと確実に打ってしまった方が、その重い、すごい重い攻めなんですけども確実ではあるので、まあどちら確実性を取るか、この効率の良さというか、を取るか、 ま、どちらがいいかなって考えた結果、もこの局面は効率の良さを重視した方がいいかなと見て、成形を寄っていきました。まあ、攻め枚4枚あるんですけども、逆に言うと、そのギリギリのラインというか、4枚しかないので、まあ、4枚の攻めは繋がるって言われてるんですけど、その4枚ギリギリのラインなので、まあ、その4枚をうまく効率よく使っていく必要があるかなと思って、本譜は成形を寄って攻めていきました。 これは次に7一銀と大手で銀を打つ手が厳しいので巻いてよかったら7四歩とついてこれは7三玉とこう玉をこちらから見てこう右側に逃げるルートを作った手になりますどんどん右側に逃げられてしまうと相手玉こうすごい右側広いので捕まらなくなってしまうのでこう右側に逃げられないようにはこう気をつけていかないといけないですねなのでまあどう寄せていくかなんですけども ま、常にこう、右側に逃げられる展開を警戒しながら寄せていくことになります。ま、いろいろ考えたんですけども、まあ、最初は7 1銀と大手して迫っていく手がいいかなと思って、まあ、7 1銀と大手して、7 3玉と右側に逃げてくる手が考えられるんですけども、まあ、そこでどう寄せるかっていうのをメインに考えてました。こう、あんまり駒をベタベタ打って攻めていくと、こうやっぱり、なんていうんですかね、駒が足りなくなってしまうので、 こう、ここも効率よく、ちょっとあんまり駒、ま、ベタベタ打つ感じじゃなくて、まあ、うまいことこう、この金銀を活かしながら寄せていかないといけないなっていうふうに思ってたんですけども、ま一、あ、回本番7一銀は打ちました。で、7三玉と逃げてくるんですけども、銀を取って、まあ、銀をボロッと取られるのも厳しいので、同玉と取るのが自然だとは思うんですけども、この銀打ちが厳しくて、これ次6一銀と、まあ、今打った銀の前に、 銀を打って、相手玉を積ます手と、あと8二金と、相手玉の左側に金を打って、詰ます手の両方を狙ってて、その両方が受からないんですよね。なので、ここは相手玉が寄り形になってます。その両方の積みを受ける手がないので、まあ、いわゆる相手玉が必死っていう形で、まあ、次積まされるのが分かってても受からない形ですね。なんで、相手の方としては勝つためには、こっちの玉をこの瞬間に積ます必要があるんですけども、 まこっちの玉船囲いしっかり囲われてて相手の方は持ち駒角金系しかないのでちょっと詰ますには足りないですね。というわけでこっちの玉が詰まなくて相手玉が次絶対詰む状態なのでまこちらの勝ちの局面になります。まあ、というわけで相手の方もこの局面で投了となりました3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。 詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。